はい、じゃあよろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の図形シリーズ第41弾やっていきましょう。で、問題2もありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。それじゃ画面下げますので、お待ちください。行よいしょ。 ちなみに、今の冬休み中に撮影をしておりまして、ちょっと息子二人がね、あの、隣の部屋で遊んでるんで、ちょっと静かにしててねと言ってるんですけど、あの、声が入ったら気にしないでください。多分息子の声が入ってます。多分ピンマイクだから拾わないと思うんだけど。よっしゃじゃあ参りましょう。で、一応図形の方の確認からいきます。まあ、円があって、円周上に ABCD がねこう内接してると。で、えっと、AD 平行 EC ですね。一応書き込んでおきます。ここと、 ここが平行になっておりますと。シンプルですよね。これだけです。情報としては。で、まず1番に関しては、三角形 AEC、こいつね。と三角形 DCB が相似つまり、これがゴールです。相似でなると。これが証明したいと。で、まあ、それに書き込んでいっても、まあ、後で使いますが、一回外に出しましょうか。三角形 AEC はここにあります。まあ、おっきなね。こんな感じかな。じゃフリーハンドになってますけど。えー。 EC DCB DCB と三角形 B かねですねなのでまあこんなちょっとねくしゃってなったけどまあこんな感じですでまあ今ひっくり返さなかったんですけど対応しているのはまあ A と D は上なんで分かりやすいんですけどここ逆ねこことここが対応してますまあ自分こんな書き方たまにするんですけどまあ、この状態でやっていきましょうと。 で、まあ今回この問題を見たときに、わざわざ円を書いているので、まあほぼ100%円収穫使いますね。この証明だったら。しかも、掃除条件って皆さん3つね、やってるんですが、まあ受験のね、出てくる掃除の証明って90、90%以上がえ掃除条件は2組の角です。はい。変の比は使わないで2組の角だけで勝負するのがほとんど。で、実際今回もそれです。 ま、もともと、辺の長さ与えられてないので、辺の比、攻めるの難しいんですよね。だから、二組の角度、いけないかなって考えていきます。で、ちょうど円周角っていうのは、角度がね、同じっていうのが導きやすいので、すごく相性がいいんですよ。掃除の問題で。だから、あ、円にしてるから、円周角で同じとこ探したいなと考えていきます。で、まず、まずです。まず探しやすいのは、ここです。ここと、ここ。 これは円周角で一発でいきます。声が出なかった。一発で。で、よく円周角説明するときに私はスタート地点という話をするんですが、今、円周上の BC、この二つです。このスタート地点から、ここね、ここは、ピーって引いた、ここね、ピーって引いた、あ、ごめん、B と E ちょっと被ってるんで、あれか。ここに B があるからね、今。こういう状態。だから、こう。この B と C の円周角ですね、ここ。 で、この D も同じく B と C の円周角なので、この部分はコ、B、C の円周角だから、円周角の定理使えば一発でいけると。ね。いけそうでしょで、もう一つの角度なんですが、これはね、絶対じゃないんですけど、ないんですけど、よく自分が考えるのは、円の外にある角度、ここね。ここはね、使いにくいです。なぜ円周角から外れてるんでね。 もちろんそこで、えっと、二組の角度の一つのアイテムとして使うこともあるんですが、外にいるから、自分だったらまずはこっちで攻めます。ここ同じにならんかなって考えるんです。で、ちょっとこれはこっちで説明していきます。今、これは、ここの角度ですね。三角形 ACE。ここと C、あと DBC か。ここです。ここを攻めたいと。 で、どう考えるかっていうと、まあ、一発は難しいね。いきなりは難しい。だからこういう時にあるのが、ワンクッション入るんです。間に一人え、仲介人を入れてもらって、そいつのおかげでえ、同じって導いていきたい。で、今、これはちょっとね、外にっちゃうんで、ここがさ、わざ,わざわざアルファベット振ってないから、ちょっと放置しようと。この角度のこっちは、スタート地点が C と D の円周角ですよね。ここ。C と D からの円周角。 同じとこないかなって探すとあるんですよ。C と D の円周角、ここに。つまり、今、ここと、ここは、えっと、円周角の定義で同じになります。この青と青。これ、ね、同じになる。で、でです。ちょっと一回これ消しますね。今、あ、もう一回書いちゃうけど、ここと、ここって、同じなんですよ。同じ。なぜかっていうと、 平行線の Z。まあ、逆 Z なってますけどね。逆 Z の尖ったところの××だから、錯覚なんですよね。平行線の錯覚の関係、まあ、錯覚によって、この×と×は一緒になります。ってことで、この子、各 DAC かな。この子が中間人になってくれた。この青丸が一緒、××が一緒。この子が間に入ったことによって、こことここ一緒になりますよね。 だってこれとこれ同じでこれとこれ同じなんだから。だからこいつを間に入ってくれることによって欲しかったこことここ。つまりここね。えーっと、こことここだ。が同じってことが言えました。はい。二組の角度ゲットしたので方針が決まったよね。欲しいアイテムが決まったからじゃあ、今から文字にしていきましょうと。で、証明やるときはもちろん最初からね、あの、攻めていってもいいんですけど、基本的には、証明の何の合同条件使うかなとか、どこをね、 アイテムとして、どこが同じを使うのかなっていうのをちゃんと考え出してから書き出しましょう。照明って書くの時間取られるじゃないですか。だから受験本番でも時間取られちゃうんですよ。時間取られて闇雲に書き出したのに全部違ったじゃんって消すなんてもったいなさすぎるよ、時間が。だから必ず方針を立ててから攻めます。では行きましょう。あ、この辺の書き方はね、あの別に早送りしまって構わないです。照明はま、まず宣言からです。 今からこれの証明するぜって。三角形 AEC と三角形 DCB。まあでとかについてとかね。まあついてにしようか。についてね。間違ってもここで相乗権書いちゃダメだよ。これ書いた瞬間に×だからね。いい。これ結論だから。最後に書くものだからね。今この三角形についてやっていきますと。じゃまずさっき書いた上からいきましょうか。え、コ、B、C ね。まあ書き方はいろいろあると思うんですけど、コ、B、C。 の円周角まあ自分でこういうするんでねこう BC の円周角より角 BAC ああれか BAC だけどあまあ、いいね BAC にしちゃっていいや BAC イコールで心配な方は今これ三角形 BAC じゃなくてこれ EAC なんだよね結局 BAC と EAC 同じものだからいいんだけどまあ間にこういうの書いておいてもいいかもしれないこうやって。 イコール、A、え BAC、EAC と CDB か。で、EAC と CDB、あってね。各 CDB。で、これが1個目のアイテム。で、次のアイテムはさっきの子、仲介人が入るやつね。まあ、1個1個書いていきましょう。まず青丸の方から。これが CD、スタート地点が C と D の、えっと、円周角なので、同じく、個 CD の これね、点々とか書きたくなりますけど、絶対に使っちゃダメよ。あの、受験本番でね。書く、えっと、CD の演習書くより、こ,こ、こっち行こう。CBD 行こうか。書く、えー、CBD イコール、書く CAD。これ今二2番にしておきます。これが今、青丸ね。青丸。で、次、バツバツが一緒なのは平行だよね。つまり、もともと、えっ、ー、と、AD 平行。 AD 平行 EC このこの子の錯覚だね錯覚よりえー、っとこの子が入りたいから ECA でいいか角 ECA ここねこの×イコール角この×だから、えー、CAD とこれ3番 こうすることによって、今これ、丸〇が一緒。青丸ね。青丸が一緒あと赤バツが一緒書きました。で、仲介になったことを書きたいので、2番と3番。より、この子が間に入ったから欲しかった、え、CBD イコール、これ合ってる ?CBD。C B D 真ん中、右、左。CBD と ECA か。あ、同じなってるね。よかった。各 ECA。 4番。で、これで OK。で、結局、照明は、えっと、2組の角度が同じってことは言いたいから、使いたいアイテムは1番と4番だよね。掃除条件のためのやつは。だから、1、4、より、ここで宣言じゃねえや。えっ、ー、と、掃除条件を書きます。2組の、角が、えー、それぞれ。ちょっと字が汚いの許してね。等しいので、 掃除条件、ちゃんと書いたから、じゃあ、結論、最後、書く、えっと、AEC。ここで初めて掃除条件書けます。AEC、書く、えー、DCB か。はい、ということで、これで、掃除じゃねえや、証明、終了となります。 なんで、もえっと、今回はもちろんこの問題がね、解けるようになってほしいっていう願いはあるんですが、方針として、もちろん全く同じのが出てくるわけじゃないからさ、みんなの受験の時にね。でも、まあこういうタイプ多いので、円がいることによって、円周角を使うだろうなと疑ってください。平行線があることによって、錯覚を使うんじゃねえかなと疑ってください。で、えっと、相似条件、円が入っている、あ、ごめん、相似条件を、相似のえ証明。 の場合は、ほぼ9割以上の場合がこれです、えー。2組の角がそれぞれ等しい。これで攻めていきますので、えー、2組の角度のアイテムをどっかで揃えられないかなっていう、そこを探すようにしてもらえたらと思います。うーもうなんかやりきった感じするけどね。あと1問いきましょう。で、次は、AE が4。ここね。ここが4。で、えっ、ー、と、BC が5。 ここで EC が6か。ここ6ね。ってなって、で、各 ACD、各 ACD と、ちょっとさっきのは消しちゃいますね、ここ。えっ、ー、と、各 ACD、ACD、ここか。ここと、えー、各 CBD、CBD、ここか。これが一緒ってなります。で、その時に、ここ。 え直線 AB と CD を伸ばしますと。ちょっと伸ばそうか。これ入るかな上。ちょっと怪しかったちょっと無理やり言っちゃったけど。あ、ギリギリだね。許して。<laughs> ちょっと曲がったと思うけどさ。で、ここ F としますと。その時に FD。求めたいのはここです。ここが X。まあ、求めたいから X と置いちゃうね。じゃあ、これ求めていきましょうと。で、割とね。 これ今回2問だけじゃないですか。で、これも実際出た入試の問題なんですけど、割と図形の問題って難しいんですよ。どこの都道府県でも。で、しかも1番2番あった時に後ろの問題って厄介なのが多いんですよ。多いんですが、実はこれ結構シンプルです。シンプルに解けます。だから今まで、ねまあ、数学苦手な意識がある方も、まあ、今回初見で解けなかった方もぜひ復習して、自力で解けるようになってください。これはいける。っていけるようになってほしい。 で、今回、大事なことが、まず、わざわざ証明させたんだから、使うんじゃねって思ってほしい。使うんじゃねって。で、何やるかっていうと、今、これ下さ、どこまであー、結構埋まっちゃってるタイプ。<laughs> えっとね、さっき証明したのが AEC。ちっちゃくなるけどごめんよ。こうね、AEC と ABC か。 これの掃除証明したでしょで、今さ、長さはわ,ざわざわざ出してくれたじゃん。しかもこれ、えー、っと、ここが6って分かってて、AE も4って分かって、わざ,わざ出してくれたからね。で、BC ここ5って出してくれてんのよ。だから、えー、っと、これ対応するのを考えていったときに、えー、っと、俺が分かんなくなってる。この,の、あれか、ここの斜めがおかしかったな。ちょっとな。まあ、いいか。えー、っと、ここが、 で、y とかって置いとこうか。ここ出せるよね。だって、ここ対ここが、ここ対ここだもんね。対応するとき。つまり、えっ、ー、と、y 対4。ここね。ac.y, y 対4が5対6だから、5対6って。こうやってね、えっ、ー、と、出すことができます。1個前でわざわざ証明させてるからさ。やっぱ使うことが多いんでね。で、これは、外外なかなか掛け算するから、外外で 6y イコール、中中で5し20。 ちょっとちっちゃくてごめんよ。これ、えっと、約分すると3分の10になります。つまり AC は3分の10です、ここ。3分の10となると。で、もう一個、えー、大事なのが、これ AC 合ってる合ってるね大事なのがですね、まあわざわざここですね。ここを同じって置かせた理由です。ここ。で、これを同じって置かせたと。で、どう考えるかっていうと、今、ここの長さと、 ここの長さが実は同じになります。私の図は全然同じに見えないと思うんですけど、同じになるんです。ここに気づけるかどうかが、え今回はすごく大事でした。ここね。で、なんでここがこうなるかっていうと、待って、えぇ、ー、俺今解いててなんか違和感があるんだけど、合ってるか。D、<laughs> そうだよね。ごめん、俺さ、今撮ってちげえよなーと思って、ここ D だよね。ごめんなさい、ここ DCB だもんね。 失礼しました。DCB。だから、まあ、やっても同じなんだけど、ここ対ここでやると、DC ね。ここが3分の10になります。失礼しました。<laughs> ずっと今さ、2分くらい前から説明してたあれって思ってたよ。そう、ここは3分の10ね。いいかな。じゃあ話ちょっと戻します。で、なんで、ここの部分が同じになるかっていうと、これは円周角の定理を使います。円がありますよね。円周角の定理の一番基本的な、よく使うやつは、さっき言ったスタート地点の話です。 同じ、ダメ、スタート地点が同じところから円周角を出した、ここの角度、円周角ね。同じスタート地点から出せば、全部一緒なんですよね。こうなっても、ここは全部一緒です。これが円周角の定義です。で、これは、スタート地点が同じっていうやり覚え方で、まあ基本的にまずやっていくんですけど、もうちょっと言い方を変えると、この長さが同じ円、まあ同じ半径で作った円だったら、 同じ個の長さだったら円周角同じっすよって話なの。いいまあ、スタート地点同じだったら個の長さ一緒だからさ。で、それを、ま、使っていくとですね、どうなるかっていうと、別にスタート地点違くても同じ角度になっちゃいますよっていう。どういうことかっていうと、じゃあこうやります。まあ、個の長さ、えっと、長さなんで、ここをじゃあ5倍、あ、ごめんなさい、5π ってします。ここね。こ,このな 5π。 で、円周角をこうやって作りました。この角度がありますと。この同じスタート地点ではないんですが、ここに同じく 5π の場所を取ります。こう。そっから、円周角を出したら、こことここ同じですよねっていう。同じ円の上。で、しかも 5π5π、このこの長さは一緒のところから始まってるから、円周角同じになるんですよ。 それを使ってます。どういうことか。今、この CD、いいですか ?CD から出てる、この、えっと、円周角がおな、ここの長さです。あ、この、この角度。こっから出てる円周角がこの角度。円周角が同じってことは、もともとのこの長さも一緒。この長さが一緒ってことは、ここの、引いた辺の長さも同じになります。これは。だから、 AD も CD も同じなんです。この長さ、円周角が同じだからね。いいですかで、これが気づければもう終わりです。終わり。なぜかっていうと、もうこの形。まあ、アポロとかね、自分がよく言いますけど。こうね、三角形があって、中に一本線が引いてます。しかもここが、ちゃんと平行になってる。この形が出てきたら、もう、まあ、中点連結性じゃないけど、 まあ、あ中点だったら中点連結定を使うんですが、もう掃除比で絶対攻めていくのよ。この形やれば。だって、このちっちゃい上のアポロの美味しい、まあ、全部美味しいけどさ、この部分の三角形と全体の三角形、掃除なんだもん。掃除。じゃあ、それで攻めていこうぜって。だって、今ここ X 分かってんでしょあ、X で置きたいんでしょで、この丸のところはさっきこの丸と一緒つまり3分の10って分かってる、ここは。だから、 ここ対ここって、まずスタートが切れます。ここ対ここって。で、大きな三角形は長い対6ですよね。ここ。ここ対6って、もう6も分かってるからさ。じゃあ、ここどうすんのって考えたいんだけど、ここって上が X でしょ。下は3分の10でしょ。だから X 足す3分の10って置けるんですわ。これで。だから、あとはもうそれで解いていきます。ちょっと足んなくなる自信があるので、ここ消します。ごめんなさい。 いいかなじゃあえっ、ー、と置いていきましょう x 対3分の10ね x 対え3分の10イコールここ対ここでここが x+3 分の10対下が6ですでさっきと同じく中か外外まあ外外なんかどっちでもいいんだけど中か外外しましょうかそうすると3分の10 x プラス3分の 10イコール 6x。外外がね。ってなります。で、分数のまま、計算するのも好きな方はそれでいいんですが、これ、配ると9分のが出てくるんでね。まあ、こっち3分のだけど。だから、全体にも先に9かけちゃった方が個人的には楽な気がします。だから9かけますね。全体に。あと1行行けますかちょっと下げます。ごめんなさい。というか、そもそもこっち側入ってなかった。ごめんなさい。<laughs> これ見えてなかったな。ごめんね。9かけるとですね、えー、っと、 ここが9かけるから30になりますた30配ればいい。で、ここも9かけるから 54x になると。で、30配ると 30x プラス30配るんで100になります。で、54x。これまとめていくと、24x イコール100となるので、x イコール24分の100。うんと、6で約分できるか、うん。違う、4で約分か。ただ6分の 25となってこれで終了となります下ギリギリってかごめんね下げたけどさ見えるかなこんな感じですちょっとねこの辺とかぐだっちゃったんですけど少しねで今回まあ伝えたかったのはですねまあ王道なんですこれやってることが王道何が王道かっていうと補助線がないタイプなんでまあ基本的にまだ難易度がそこまで高くないんですねで1番 1, 1番で証明をしましたと証明したから とと言わないいけど、まあ、それを使うことが多い2番からわざわざ辺の長さを3箇所与えてくれたんですよ。じゃあ、さっき証明したものを当てはめたら、どっかの長さ出せないかなって考えるんです。で、出せたじゃないですか。3分の10って。これもよく使う王道ね。そういう発想をまず持ってほしい。で、次がさっき説明した、同じスタート地点ではなくて、同じね、円の上で、この長さが一緒の時から出たものは同じです。円周角は。逆を言うと、 円周角が、ここと、ここが同じだったら、元々のスタート地点の個の長さとか、そこを引いた辺の長さ、弦だよね。弦の長さは同じですよっていう。これも覚えてほしい。で、最後、最後、こう図を書いてみたときに、アポロが出来上がったじゃん。中にこう平行線が入ってる。そしたら、上の大きい三角形と下の大きな三角形は、 時間が危ね <laughs> は、えっ、ー、と、掃除になってるから、掃除費で辺の長さ求めていきますよっていう、もうなんかね、王道がもう詰め込んだやつなのよ。だからね、ぜひみんなにこれ解いてほしいなと思って今回ね、証明えー、と紹介させていただきました。ちょっと長くなりましたが、ここまで、ね、お付き合いいただきありがとうございます。ぜひね、できなかった方は復習の方もよろしくお願いします。では、今回は高校受験対策の図形シリーズ、第41弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。